リジェ JS7 はリジェチームが主に1977年シーズンの F13 戦に用いたフォーミュラカーである。1977年開幕戦アルゼンチン GP でデビューし、翌1978年シーズンの第6戦ベルギー GP まで使用された。1977年第8戦スウェーデン GP において、 リジェチームに初優勝をもたらした。1976年用のマシン JS5 のシャーシ設計を基本的に踏襲しているが、空力を大幅に手直しした。マシンカラーは、前年同様、スポンサー色の時短ブルーに彩られていたが、ウィングやノーズ形状が、フェラーリ 312T に似ていたため、ブルーフェラーリと、あだなされた。JS5 に比して、 エンジン前高を 30mm 下げ、低重心化を図ることで、マトラボルト型12気筒の515馬力と言われる、高出力を効率よく走りに反映させることを狙った。1978年シーズンには、ギアボックスを変更し、ホイールベースを延長した改良型 JS7-9 が、開幕から用意され、ニューマシン JS9 の投入後も併用された。JS7- Q では他にリアサスペンションのモディファイと燃料タンクのシートバック化による容量増大やフロントのアイドトレッド化が図られた。また新ギアボックスではシフトの重さが軽減された。ありがとうございます。